どうも、レウンゲーム TV です。今回はカットリーヌの散髪を特殊な髪型や被り物でした場合どうなるのか実験してみました。まずは髪型設定で主人公を完全なるハゲにして、何も生えてないツルツルの状態でいくとさすがに散髪できないのではないか。何もないところから髪の毛を生み出した。どういう技術なんだ。ではこの状態で戻してを選ぶと生えた毛を全部むしり取られてしまうのか。わかったわ、少し残してくれ。一本残らずむしり取られた。何もないところから髪の毛を生み出し、それを一瞬にしてむしり取る高等テクニック、神業すぎる。では今度はツタンカーメンをかぶって散髪をするとどうなるのか。被り物をしていると専用のセリフになり強制的に外されてしまうようです。では一見普通の髪型に見えるウィッグ系のアイテムをかぶっていけばバレないのではないか。バレた。そして、外させてもらいます、と、いろんな店の人が見ている広場の真ん中で、髪のない人の頭を容赦なくオープンにする、カットリーヌさん。そして、散髪してもらった美容師の前で、速攻で上からヅラをかぶるという謎すぎる行動。いろいろおかしすぎる。ではヅラでもかぶり物でもないこのような頭に引っ掛けるだけの飾りの場合はどうなるのか。全く同じでした。頭に密着するタイプのアイテムは全て外される仕様になっているようです。以上、カットリーヌの散髪でいろいろ実験集でした。